チーズがとろけてソースとなり我が血肉となるのだ。はいどうもー、はいどうもー、はいどうもー、ということで今日もリュウジのドキドキハラハラウキウキ料理チャンネル始まるよ。大丈夫、パパハイがもうなくなりそうだこれさ。今日はこの冊数で終わりね。じゃあリュウジのドキドキワクワクチャンネル始まるぞ。じゃあ何作るんですか？フォルマッジョうどん。フォルマッジョってほら、あのよくねピザとかでフォルマッジョって言うじゃないですか。フォルマッジョってチーズって意味なんですよ。あー、ということで今日はフォルマッジョうどんです。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、やっていきましょう。さっきの撮影で作ったこのカッパハイボールを飲んでいきます。おー、フルパワーチャージ。なんでこの状態でこの料理を選んだかというと、もう全然酔っ払いでもできるからですね。ということでやっていきたいと思います。まずね、このベーコンです。ベーコン、こんな感じね、サック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 とね、で切っていきます。ここにドーンとね、バター 10g。 これちょっと簡単すぎても尺が大丈夫これ。スタッフー 80cc。 あとは飲んでいきます。でこの状態でですね、入んないんです。入んなくてもいいですから、これ本当に。これラップかぶせてね、何分だっけ、5分ね、加熱していくんですよ。これね、飲酒カウンターってつけてほしいって言われてた。なんか今何杯飲んでるかみたいな。そんなんバレたらさ、こんだけしか飲まないで酔っ払ってんのかよっていうような人出てくるからつけません。来年僕アラフォーなんですよ僕。飲酒目的で見ちゃダメです。行くぜ。牛乳で割ろうかね。牛乳でね、ほら食材を無駄にしないっていうね。もう僕甘党ですから、メープルシロップ入れますここに。うい、うまそうじゃない。ウイスキーが怖い。これのうまさを説明するぐらい僕は今語彙力をなくしている。あと2分休憩ね。はい、こんな感じになりますね。とろけるチーズを 50g。 でこれでね、マジャマジャしていくんですね。マジャマジャ、チーズがとろけてソースとなり我が血肉となる。とろみがついてるでしょ。これチーズをね、こんだけ入れるととろみがついてるんですよ。牛乳が温まって、うどんが溶けてればいいので、加熱時間はちょっと調整してください。はい、そしたらね、もうこうやって、もうそう、はい、ブラックペッパー合わせるもんですからね。ブラックペッパーはね、もうたっぷりかけちゃうでしょ。じゃあパセリもちょっとかけとこうね。はい、はい、ああ美味しそう。レンジで使えるフォルマッジョうどんのパセです。いただきました。いただきます。いただきます。やばい、牛乳はほんとすごい。いただきます。ちょっといただきますね。いただきます。これはうまいわ。考えたやつ褒めてやりたい。ちょっと追い越しよう。牛乳とチーズだけでこんなに濃厚になるんですね。すごい好き。脳のこうだね、タバスコですね。絶対美味しいよこれ。麺全部食べるとね、スープ残るから、ご飯入れてもいいですね。そうするとリゾットになっちゃうんですよこれは。ということで皆さん、もう本当に限界。これを考えた時の僕はベロベロではなかった。シラフの僕を信じてください。ぜひ皆さんよろしくお願いします。あ、でも混ざってきたらいい感じになってきた。うん、おいしいおいしい。メープルのほらメープルっぽさと、ミルクのミルクっぽさ、あとジャックダニエルのジャックっぽさがね、混ざって、わががなんか